はい、1064回かな、はい、始めます。5月1日に入ったばっかりの深夜でございます。京都新聞からですね、入院患者が抜け出し自殺、医師らに注意義務違反、京都大学に2800万円賠償命令ということで、京都大学、附属病院の精神科に入院していた男性、当時43歳が、病院を抜け出して自殺したのは医師らが、自殺防止のための措置を怠ったからだとして、男性の遺族、この自殺した、ね、43歳の男性の遺族、家族が、京都大学に対して損害賠償を求めた訴訟の判決が26日京都地裁でありましたと。池町千佐子裁判長は当時男性に自殺の危険性があったことは予見できたと、可能性があったことは予見可能で、病院に注意義務違反があったとして京都大学に対して慰謝料など約2800万円の支払いを命じたと。判決によると男性は、抱えていたうつ病が、悪化して2008年10月に京大病院に、医療保護入院、2008年11月ね、翌月病院内で医師2人が同伴していた際、男性は1人でトイレに行って無断でトイレの窓から抜け出して、外へ出たと。で、5日後、滋賀県琵琶湖で男性の遺体が発見されたと。自殺と判断されたため、周囲の、医師らは危険性を継続的に確認し、自殺防止する義務があったと、訴えていたと。男性の家族はね、男性の家族は男性は自殺を望むような発言を繰り返すなどしていたため、周囲の医師らは危険性を確認して自殺防止する義務があったと訴えていると。で、京大側はね、一方、当時の様子から男性の様子から自殺リスクが高まっていたと評価することは困難だったと判断。で、裁判長は、無断で病院を離れる可能性は想定できたと。入院後も不安定な状態が続き、突発的な自殺をリスクがあったことなどから、医師らがトイレで目を離したことと自殺には因果関係があったと認定したということですね。これ本当にね、まあ2008年のことでね、まあ、揉めに揉めて今2023年ですよ。2008年の自殺のケースが今こうやって判決下ってるわけなんですけども、このね、精神科に入院していた43歳の当時、ね、43歳の男性がこれトイレの窓から抜け出してです。で、5日後琵琶湖で遺体が発見されたというので2800万円京都大学に賠償命令出たんですけど、いや金額もそうだし2800万、私は大きい気がするな。あとまあこれ精神科なんでね、これね、ほんとね、裁判だからこうやって白黒つけるっていうねあれなんだけども、うつ病を患って、まあ、自殺の可能性ありますよ、あるし、難しいね。どうでしょう、2800万で私は金額多すぎるような気がする。で、一人でね、まあ、男性の目離せないって言ってトイレ、これ男性一人でトイレ行ってるみたいですけど、お医者さんなり誰かがね付き添って一緒に行くわけにもいかないし、で、個室で、例えば個室、まあ、男性のトイレね、小便器と大便器あるんですけども、その個室の大便器のところに入った時にずっと誰か付きっきりでね、マンツーマンで張り付いてるわけにもいかないしね。で、そこまでしろって言うのかねっていう話ですよ。で、無断で窓から抜け出してなってるけど、これ24時間目離せないっていう、まあ入院してたのか、
医療保護入院、うん、入院中だったのか、入院中抜け出した、うん、これまあ自殺の可能性、自殺の危険性、うつ病だからもちろんあるんだろうけど、うん、これを病院側にね2800万円せあの賠償命令出すっていうのもどうかと思うけどね、はい、私はちょっと、うん、自殺する可能性っていうのは予見可能だったけれども、この病院側も全くね対策打ってなかったわけじゃないと思うし、病院の窓鉄柵みたいなので囲う、うん、ことはやってなかったなども、そこまでする必要があるんだろうね。だんだん精神科病棟がね牢獄みたいになっていくということですよ、うん、ただでさえ日本のね精神科医療世界からね批判受けてますよ、うん、監獄じゃないんだからみたいなね、うん、だから一般の社会と全く壁作っちゃって、うん、閉じ込めるみたいなね、精神科医療欧米から批判受けてますよ。ただこんなの出たんでは、こんな判決出たんではね、まあまあ身体拘束じゃないけど、その建物から一切出られなくなる、うん、拘束するっていうことしかないですよね、患者を。余計壁高くする以外に道はないわけで、そうしろと裁判所は言ってるわけで、うん、こんな判決出すってことはね、うん、いや厳しいと思う、うん、この教団側に2800万円の賠償命令が厳しいと思います、私は、はい、皆様どう思いでしょうか。そこまでね、うん、病院、うん、これやっぱり今大変だね、病院側もね、本当に訴訟リスク、こんな判決ばっかり出てると、うん、まあ保険とかで対応できるんだろうと思いますけど、それ以上にね、なんて言うんだろう、嫌な社会ですね、これ本当に、うん、こんなことで裁判を起こすっていうのもあれだし、うん、こんなことでってね、うつ病を患ったんだから、何の原因か知らないけども、そんで自殺に至ったという時に病院側、うん、に賠償がね、息子が死んだのは病院のせいだってなるのはどうかと思うけどね、私は、うん、この世の中、はい、まあ、他の事例でもね同じようなこと言ってますけど、あんまりそうきちきちっていうか、ね、年間2万人毎年自殺する世の中ですよ、それ自殺したのは誰々のせいだ誰々のせいだって言ってね、裁判一件一件これでそのたんびに2000何百万とか3000万とかね判決出たんでは、うん、これ金目でしょっていうこと、その自殺も金目じゃないのっていう話になるしね、なんていうか嫌な世の中だ。はい、1064回まとまりなく終わりますよ。お腹すいたな。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。